では皆様はすでにエアドロップに参加し、凍結済みのブルトークに対するウルティマ仮想通貨で毎日の報酬を配布するゲームプールのメンバーになっています。プールから毎日の報酬を受け取る方法はすでに学習しました。次に利益を最大化するために受け取った報酬をどうするかについて説明します。最も簡単で収益性の高い方法は受け取った報酬をウルティマプールで凍結することです。この手順ではウルティマプールで受け取った報酬を簡単かつ迅速に凍結する方法を説明します。トークの凍結、フリージング、凍結プロセスを開始する前に重要なルールに注意してください。ウルティマトークンを凍結または凍結解除をするをアクションを実行すると、スプリット内の報酬の待機時間24時間が0にリセットされます。例えば20時間前に報酬を受け取り、次の報酬を受け取るまでに4時間残っている場合、ウルティマを凍結または凍結解除をすると報酬の待機期間は24時間にリセットされます。またスプリッティングには残高にスマートコインが必要であることにも注意してください。スマートコントラクトの実行のお支払いに必要です。最大1万スマートを持つことをお勧めします。スマートウォレットを開き、ウルティマロゴをクリックします。以前に受け取った報酬を含む全てのウルティマトランザクションが表示されます。空いたウィンドウで凍結記号をクリックします。空いた画面に凍結可能な残高と凍結されたトークンの総数が表示されます。トークンを凍結するには凍結ボタンをクリックします。凍結は2つの段階で発生します。最初の段階ではウルティマを準備し、2番目の段階では凍結自体が発生します。空いた次の画面でウルティマの準備をクリックします。次の画面では凍結したいトークンの数を入力するように求められます。ご希望の量を入力し、凍結の準備ボタンをクリックします。次にピンコードを使用してアクションを確認する必要があります。空いたウィンドウで凍結の確認をクリックして凍結を確認します。この後ピンコードを入力するか、フェイス ID を使用するか、スマートフォンにスマートディフェンダーをタッチしてアクションを再度確認する必要があります。すべてを正しく行うと祝福の画面が表示されます。これはトークンが正常に凍結されたことを意味します。トークンは凍結日から1ヶ月後凍結を解除できます。冷凍済みのウルティマに対し報酬を受け取る方法は、トークンが凍結されている限り毎日報酬を受け取ることができます。報酬を受け取るにはそれを請求する必要があります。これを行うにはスマートウォレットのメイン画面でウルティマアイコンをクリックします。空いたウィンドウでスプリッティングボタンをクリックします。スプリッティングに関する詳細情報を含む画面が開きます。画面の下部にある補修のリクエストボタンをクリックします。チェックボックスをオンにして確認ボタンをクリックして、製品の使用条件への同意を確認する必要がある画面が開きます。出来上がり、皆様は補修を要求しました。スマートフォンの画面にこれに関するメッセージが表示されます。忘れずにスプリッティングに参加して毎日補修を受け取りましょう。幸運を。ご不明な点がございましたら、サポートまでご連絡ください。喜んでお手伝いいたします。